100% には程遠い状態だと思うと話していましたけれども、まあ、開幕戦というのはその中で何を表現できるかですもんね。そうですね、はい。ゲームがスタートしました。ガンバはスタートの立ち位置は 4-4-2 です。前に鈴木武蔵と宇佐美が並んでいます。細谷が行く、中入れてこぼれ球、後ろから片山で、そこに対して必ず内側にポジション取るっていう良さが出ましたし、まあ、最後アウトサイドで抑えの効いた素晴らしいシュートでしたよね。片山、三浦玄太から山本、ダワンへのパス、山田はクリアできず、ダワン、宇佐美が来た、宇佐美が来た、宇佐美だ、こぼれ球、決まりました。1-1、ハイスコアに戻しましたガンバ大阪。なんとか体に当てたゴールキーパーの佐々木、まあ、2センターのところから、2センターに対して2トップが柏が当てに行ったところからなんですけど、まあ、前半ほとんどない形でしたね、はい、ガンが黒川、えぐりに行く、黒川クロス、パスタが触る、こぼれ球は鈴木武蔵、後ろからダワン、ダワンのシュート、あー決まった。右足で巻いた形ですけど、どうですかね、不規則に変化したんですかね、当たったんですかね、どうかな、まあ、佐々木の手元で少し落ちた感じかな。小山津さていった、小山津折り返し、こぼれ球、中村圭太コントロール、中村クロス、うまくキャンセルしての右足でした、中村圭太。中村圭太、こぼれ球は武藤の元へ、さあ細谷だ、細谷だ、細谷倒れた、キーケー、まあ、狭い局面をして割っていって、ここからグッと出ましたよね、はい、まあ、この肩の体の入れ方でしょうね、倒したのがフォン・ギョンウォン、はい、強さ、まあ、先に体入ってますからね、もう PK 取られてもこれはもうしょうがないですね。決めました、冷静でしたね、エースの照明、細山を、あったと思いますよ、助走もそんな長くなかったんで、さあ密集の中に入れた片山、ちょっと距離が伸びない、ただまだあります、もうワンプレーあるか、試合終了、激闘の開幕節、柏レイソル、ガンバ大阪。